アメージングレディオパフォーマンスオンザウェブ始まりました。アメージングレディオパフォーマンスオンザウェブ、今週は4月の放送のお題についてリスナーの皆さんからいただいたメールをご紹介していこうと思います、うん、はい、スタッフの方に見せてもらったんですけど、本当にたくさんいただいていてありがとうございました。ねえ、せっかくやから今日はいただいたメール全部紹介します。あれ全部は無理だろ。あ、いやでもでも星野が得意の滑舌を浮かしてすごいスピードで読み上げたらなんとかなんじゃないの。ほんまや。わかりました、じゃあご紹介したいと思います。お願いします。新宿君、大学、レイジ君、レオン君、こんばんは。私の行きたい夏の旅行は沖縄です。沖縄にいてソーキサバとラフテーとゴヤチャンプルと豆腐用とイラブ汁とテビチ汁とアグー豚のしゃぶしゃぶを食べていきたいです。その理由は何かというと、こんな早口で伝わってます。あれ何も入ってこねえけど、お前結構やるな。じゃあよかった。やっぱり星野さんの甘噛みは、うん、わざとやったんですね。わざと僕らの緊張をほぐすためだったんだ。ただただ早すぎて、うん、な俺なんか料理何か分かんなかった。内容は一個も入ってこなかったんですけど、はい、まあ、今いいのいいの。星野さんありがとうございます、うん、ありがとうございます、うん、今のはあの、適当に言ったやつだから。えなんか適当なの。あのやっぱせっかくいただいたメールはしっかりね、お伝えしなきゃいけないの。すごくない？星野前適当に言って沖縄の食べ物よくそんなスラスラ出るな。いや、ほんまやな、うん、食べ物名だけもう一回言って。ん？イラブー汁とか。イラブー汁、うん、あと何言いました？何て言った？ラフテーとかゴヤチャンプル、アグムタ、テビチとか。あ、いや、そんな、なんかいました。ちなみにそのイラブー汁とテビチ汁ってどんなの？そこはね別にいいんです。あのたまたまなんとなくで言っただけだから、こんなのあったかなっつって、ほらもうまたシンジ君が調べてるから。ちなみにいいんだよそんな調べなくても。えこれはえ何なんですか、誰のメールなんですか。いや違う違う、まだついてこれてないじゃん。そっからかよ。違う違う、勝手にこんなメールあるかなって想像して言っただけだから。創作メール来てるわけじゃないから。いつ時間、えいやもう時間ないからこんなことをしない。そうなんだよ。いやでも違うんだよ。全部読もうとしてる。すげえ気になるんだけど料理が。待って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 、一回落ち着いて。なんだなんだ、はい、次行く。ちゃんと大事なことを言うから。うんうん、イラブー汁はそこかよ、うん、いや大事だろ、まあ、大事だろ。確かに気にはなるな。確かに。エラブミヘビの燻製を出汁にして、作る沖縄の伝統料理。全然わからない、うん、でテビチ汁は豚足を柔らかく煮込んで味付けしたものだって。コラーゲンたっぷりなんだ、うん、あ、へー、まあ、そうなんだな。エラブミヘビ、星野なんでそんな食べ物知ってんだよ。いやなんか名前ぐらいはね知ってたんですけどね、まあ、説明されてなんとなくそういうものなのかみたいなありましたけどね。海蛇なんだっていう、うん、でもそういうのいいです。今違うだメールをね読む時間みんなのたくさん読みたいからっつってんのに、こんないいのいいのいいの創作メールで。僕も気になってきました。海蛇のスープ僕も食べてみたいです。アグー豚のしゃぶしゃぶ食いたい。確かにじゃダメなんだそれ。いいの。あ、ソーキそばも美味しい。あ、食べ物ないよな。ごめん、食べ物出したからいけないんで、ごめんなさい。ないそうだそうだ、ごめんなさい。食べ物の話なくなっちゃう。お前が掘ったんだからな、そもそも。うん、そうなんだけどね。分かってる。っていうかさ、うん、なんでこんな話になってんだっけ、うん、あ、僕がたくさんメールいただいてありがとうって言ったら、レオン君が全部紹介しますって言って、うん、ダイヤ君が無理だろうって言って、うん、で、レイジ君がすごいスピードで読めばいけるって、で星野さんがってこと。あの最悪星野、ね、うんうん、あ、じゃあたくさんメールいただいてありがとうって言った真司が悪いってことだよ、ね、あ、なんでそうなるの。え、あ、なんでそうなるの。きっかけはそうです、ま、そもそもねこのお題を出してリスナーの皆さんにメールを募集したのは、もうみんながねリスナーさんのことをねいろいろ知りたいなって番組会議の時に行ったからでしょ。そうそう、うん、だから僕が学食でチャーシュー麺頼んだら、うん、レイジ君が、うん、お前チャーシュー麺って贅沢なもん食ってんなって言ってたから、おいおい、え、ちょっとなんか奮発してプチ贅沢やねって言ったんです。ほんなら、うん、サブメンバーのプチ贅沢ってなんやろうなって、まあまあな、で、うんうん、まあサブメンバーのプチ贅沢ってなんだろうなっていうのがさ、リスナーのみんなにもいろいろ聞いてみたいなと思うきっかけになって、会議の時まあ行ってみたんだけどね、うん、リスナーのみんなにお題出してそれに答えてもらう形で通ってなってな。なんか受け狙いで送ってくれてもいいし普通に送ってくれてもいいし、なんかみんなからのメール見ると本当嬉しいしな。あ、ですよね、うん、僕はほんまねブリグリでコメントもらえたらめっちゃ嬉しいですね、うん、いいねもたくさんもらえたら嬉しいです。もう今回のはちょっと少ないなとかなるとへこみます。お前へこんでも一瞬だから絶対信用しねえぞ。信用してよ。わかる気がする。
ラジオもさたくさんコメントもらえると本当嬉しいし、ね、そうスタッフさんにね見せてもらったんですけど、うん、本当にたくさんいただいていてありがとうございました。ありがとうございます。もうほんとせっかくやから今日はいただいたメール全部紹介します。あれは全部は無理だろう。あそうだ、うん、星野が得意の滑舌を生かしてすごいスピードで、あそれいいっすね、なるほど、わかりました。私の行きたい夏の行方は沖縄に繰り返してる、あ繰り返しダメ、これがダメだったからって言ってたのにまた同じ繰り返す形になった。これどうし、あれ時間大丈夫ですか。よくない時間、よくない。ええあれじゃあもう新宿のせいですよ。誰かのせいで仕組まれた。これ怖い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 。番組始めよう、番組始めよう。新宿くん確信犯じゃないですか。新宿くんかそんな、うん、じゃあ初めて新宿くん、え始め始め番組、テビチです。ちょ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 そこじゃねえだろ。テビチってなんだっけ。もうその話やめて。もテビチ汁、もうテビチ汁ってなんだっけ。もったいない、時は金なりだよみんな。番組を始めようよ。柔らかく煮込んだ。あーだめだ、だからふざけし始めた。じゃあシンジ、番組紹介お願いします。はい、この番組は僕たち ARP がライブや音楽のこと、その他にも僕たちの日頃考えていることとか気になること、もちろん ARP の活動情報などなどお届けしていこうという番組です。今日は皆さんからのメールをたくさんご紹介しますね。お送りするのは ARP シンジとレオンとレベルクロスダイヤレイジナビゲーター、私星野お届けします。 1.5 倍速でお送りします。ということで早速皆さんからいただいたメールをご紹介していきたいと思いますが、今日はですね4月の放送で、出しましたお題、夏に行きたい旅行は、こちらに対してリスナーの皆さんからいただいたメールでございます。はい、うん、ありがとうございます。まあ、これもみんな夏休みキックアライブ終わったらどうするみたいな話から、リスナーの皆さんの夏ってどうなんだろうね、旅行とか行くのかなってって話からお題が決まったんだよね。うん、そうなんですよね、うん、もうじゃあ早く紹介しましょうよ。わかりました。最初はですねハンドルネーム、はい、てんこさんからいただきました。ありがとうございます、うん、オーロラを見にカナダに行きたい。小学生の時に卒業アルバムにオーロラを見に行きたいと書いたので夢を叶えたいですということです。いいですねオーロラ、僕を見てみたいな。オーロラはいいな。実物見たことねえからな。誰かあるっていうか、お前信じねえの。ない。あのね、夏にオーロラの見えるあのカナダのイエローナイフに行ってみたい。イエローナイフ、夏に見えるの。そう、へえ、見れるらしいよ。そうなん。でもなんかどこだっけ年がら年中見えるのって、アラスカ、アラスカ、なんかフィフィ、 あれってどこだっけ、南か北どっちだっけ。お前え、このままだとまた補習になるぞ。だってそんなところのこと知らなくても平気だろ。でもさ、そういうとこに確かに、うん、もう気にせず話をする。ダイヤ君の今の表情皆さんにお見せしたかった。かわいい。見なくていいよ。ちょっと上目遣いだったよ。ちょっと自信なかった。見えるんだろ、ね、年がら年中そこは。でも、まあ、まあ見え、なんかテレビとかで見ると、うん、なんか見に行ったけど今日は見えなかった。そうそうそう、日によるって明日は見えるかなみたいな。毎日見えるわけではない。天気によるんだ、その場所、あとかいろいろあるんだ、なんかね、いろいろな条件が重ならないとね、うん、ねえ、見てえな。でも見たいですね。このね、てんこさんはもう小学校からの夢ということでね、いつか叶えていただきたいなと思います、うん、ちなみにあのオーロラということでですね、うん、牛尾さんという方もね、同じように、オーロラ見に行きたいというのをいただきましたので、ありがとうございます。ありがとうございます。オーロラいいですよね、うん、さあ続いてハンドルネームふっかさんからです、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。私は岩手県にある遠野に行きたいなと思っています、うん、遠野はカッパや座敷わらし伝説が有名で、カッパの捕獲許可証やカッパ釣りができるスポットがあります。実は数年前にも友人とカッパを探しに行ったのですが、残念ながら出会うことはできず、捕獲許可証の有効期限も切れてしまったので更新しに行きたいなと、今度こそカッパに会えますようにといただきました。カッパ、カッパっているんですか。いや、そこちょっとレイジも気になった。だって捕獲許可証で釣れる、うん、釣れるもんなの。カッパ釣り、カッパ釣りって言ってたよな。カッパってどれくらいの、レイジ君ぐらいの大きさやったっけ。おい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 、おさりげなくディスってんじゃねえよ。ごめんレイジ君、どれくらいかなカッパって。そう、レイジに聞くんじゃねえよ。いや、わかんないよ、見たことねえもん。ダイヤ君ぐらいのそんなないし、まあ、怖いでかいやつもいれば小さいやつもいるんじゃないですか。そんなん釣れるわけないやん。ちょっと大学今
今とどめを刺さなかった。うるせえな。今さらっと流そうとしたんだよ。信じ。ごめん。座敷わらしがいるからさ、ね、座敷わらしとかも。座敷わらしもいるんですか。まあだっていた方がなんかロマンね。目撃証言もいっぱいあるからな。なあ座敷わらし、うん。話は聞いたことあるぞ。ああすごい妖怪ってやつ。それそれ妖怪だな。座敷わらし見ると多分なんだ幸せになるみたいな。そうそうそう。なんか家にいると幸せが来てですよ、ね、出ていくとその家に不幸が起こるんでしょ。そうなんだ。じゃあ一回見たらずっとずっといて行ってくれた方がいいっていう話だな。なんか素直な人に出るみたいな。ちょっと聞いたことあります。どこ情報座敷わらし、ね、レオンの目がもう座ってる、うん、すごい真剣な眼差しですごいな今の話、うん、だから座敷わらし感あるねレオン君。なんか確かにあるかもしれない。でかい座敷わらしみたいな。確かにキワってことかな。幸せを運んできそうな気が、うん、うるせえけどな、ね、パーティーチューンだから、はい、っていうか気になるのがさ捕獲許可証って何なんだよ。なんか、ね、確かに、許可あるらしいですよ。え、これ期限ってどれぐらいなんだろうな、あの許可証の、うん、なんか免許的な試験があるんですかね。ああそういるのかな、うん、うわなんか詳しいこともね、気になるんですけど、なんか呼ぶ時のこう声を合格するかみたいな感じですか。声で来るの。釣り竿でこうキュウリをねつけて、え、キュウリで釣れんの。カッパキュウリ好きっていう。あ、ね、安上がりだな。まあまあな、まあね、確かに、まあ、お野菜高くなってますからね。いやでもキュウリは本当カリウム豊富でね、うん、いい野菜です。豆知識。キュウリの話になっちゃった。そう、体内にね、うん、あの入ってしまった塩分を排出しやすくなるんだよ、うん、レイジ君。はあ。いっぱい食べてね。いやまああのレイジは別に大丈夫だから。でもこいつの場合さ、なんかキュウリもなんか味噌つけて食いそうじゃね。あーダメだよ。食べたい食べたい。ちょっとだけにして。少量にして。ちょっとならいい。ちょっとならいい。じゃあ食べるわ。その場合どうなんの？え？その場合さ、塩はどうなんだ。いやだから、刺し引きどうなんだ。塩分だろ、でも味噌の塩だろ、うん、でカリウムだろ。カリウムと味噌が合体してゼロ。ゼロかな。ゼロなんだろ。いくらでも OK。 いくら食べてもゼロ。いくら食べてもゼロ塩分。はあ、ゼロ塩分。永遠に食べられる。ゼロ塩分ではないと思う。永遠、永遠の。やべ、なんか変な、全然変なこと教えちゃったかな。ご紹介できてない。やばい、いっぱい紹介しよう。すげえたくさん来てるのに。どうしよう、メールが面白すぎるんですよ、うん、これ広がっちゃうよね。、じゃあ続いて続いて、はい、ハンドルネームホルムさんからです。 ARP の皆さん、はい、星野さんこんばんは。わラジオいつも楽しく聞いています。ありがとうございます。夏に行きたい旅行はブラジルです。お大好きな推しのレオンタンのルーツに出会ってみたいなと思って去年から行く機会を伺っていたのですが、うん、タイミングが合わず、うん、職場がアメリカなので、え、近いっちゃ近いのですが、うん、行きたいのにレオンタンと思いながら早1年、うん、ということです、うん、あ、この方キックアライブには帰国してお越しいただけるみたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、アメリカで聞いてくれてるんだ。かっこいいですね。ワールドワイドだね。ねえ、うん、ハルムタン、メールありがとうございます。僕もブラジルは行ったことないんですよね。ないのか。そうなんです。めっちゃ楽しい国なんちゃうかなって思ってるんですけど、うんうんうん、もしアメリカから行ったらどんな国やったか教えてくださいね。え、うん、あ、でも他にも私はこんな国で聞いてますとかあったら教えてほしいね。あ、世界中で聞けるからね。世界中で聞けんのか、うん、そうだな、インターネットそうなんだ。すげえな。絶対いらっしゃいますよ、海外の方とかも。いや意識はしてなかったけどな、みんなに聞いてほしいな、うん、じゃあ海外の方も意識していかなきゃいけないですね今後ね。ハロー、まあはい、そう、そういうこと、そういうこと。それ以外単語知ってんの、うん、今時間って何時なんだろう向こう。ああそっか、時差がね。どこですか、ね、うんうん、それじゃあ英語で言ってごらんよ。ファットタイムイズマネー。なんかとなんか混ざったよね。なんか確か星野がさっき言った言葉が、うん、混ざっちゃったんだね。ちょっと混ざっちゃったな。あれ欲しいな。じゃあ英語もちょっと勉強していきましょうね。そうしよう、ね、はい、じゃあ次いきますよ。しほりさんからいただきました。ありがとうございます。最近プロ野球観戦にハマり出したので行ったことのない球場に足を運ぼうと思っています。応援している球団の試合スケジュールを見ると、うん、北海道から福岡まで予定があるので今からどこへ行こうか考えてとてもワクワクしています。 ARP のみんなはライブや仕事で忙しいと思いますがスポーツ観戦に興味ありますかと。うん、ありがとうございます、ね、うん、北海道から福岡までってことはしほりさんはパリーグファン。あ、確かに。あ、そこ読み解けますねこれね。確かに。え、みんなは好きな球団とかあるんですか。まあ、レイジは好きな球団っていうか、まあ、野球好きなんだけど、うん、まあ
全球団好きだけど、うん、まあ広島が負けるとちょっと気分悪いかなっていうか、うん、赤い集団をなんかサブメンバー的な、あー、あーなるほどなるほど、そうそうそう、赤やったら何でもサブメンバーにしますよ、ね、そうだ、うん、じゃあ消防車もサブメンバーですか、そうだ消防車も郵便車もサブメンバーだよ、めっちゃ多いやん、もうサブメンバーだらけだこの世の中、いちごは、いちごもサブメンバー、まあ、そうサブメンバーフルーツサブフルーツ、サブフルーツ食べ物もサブメンバーでいいんだ、サブフード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 ってなんだよ、もう全部そうですって、じゃあ次、いい、あこれね同じ長崎関係、うん、内容にちょっと長崎のことが出てくるメールを2つご紹介します、1つ目は萌えにゃっとタンタンさん、お、なんかさっきからタンタンからのメール多いね、言われてみればそう別になんてことないけど、そうなの、そう気にしてるの、うん、じゃあご紹介しますよ、結婚して2年目、新婚旅行に行ってないので夏には新婚旅行気分で旅行に行けたらと思っています、2人ともカピバラ好きなので、うんうんうん、長崎バイオパークに行きカピバラに触れたいです、うん、タンタンのおすすめの場所ありますかというメールをいただいておりますけれども、うん、はあ、それに答えるかのようにパフォーマーネームかおりさん、こちら長崎の方からメール紹介しますね、私が夏に行きたいおすすめの旅行は絶対長崎ハウステンボスです、海沿いでとにかく涼しい、オランダをモチーフにしてあるのですが本当に外国に行った気分を味わえます、食べ物も美味しいしチーズやソーセージのお土産も豊富で喜ばれます、そして何といっても見どころは毎日上がる花火です、恋人同士でなくてもとにかく盛り上がれますというメールいただきました、へ、毎日上がるんですか花火、毎日上がるそうですよ、もうほんなら、うん、萌えにゃっとタンタンタンの新婚旅行長崎で決まりですね、あ素敵な雰囲気と美味しい食事と花火、素晴らしいです ね、僕も一緒に行きたいな、ダメだろ、なんかレオン君はさなんか人のその新婚旅行に一緒に行きたがりがちだよね、だって楽しそうじゃないですか、まあ、楽しそうではあるね、ハッピーしかないですよ、さすがパーティー担当、はい、ずっとついてこれ別行動なのかな、じゃあついたらね、でも絶対一人じゃ寂しがりそうだよな、真ん中の後ろに入ります、真ん中の後ろ、真ん中の後ろ、真ん中の後ろ、つまり真ん中に写真を撮るときとかってこと、立ち位置、新婚旅行ってさ立ち位置で2人で行くもんじゃねえの基本、そんなことないですよ、じゃあどうすんのレオン、あの部屋も一緒にいるの、その2人の部屋は、どうしよう、任せます、教えてくれるんだってさ、部屋別にさせてください、まあね、お願いいたします、はい、はい、じゃあ次いきます、ハンドルネームリリコさんです、 ARP の皆さん、星野さん、いつも楽しくラジオを聞かせていただいております、ありがとうございます、私が夏に行きたい旅行は台湾食い倒れ旅です、お、何回も行ってるのですが、台湾は日本人好みの味付けの美味しいものがたくさんありますので、毎回胃袋の容量が足りなくなるほど食べてしまいます、ベタなところですと小籠包やマンゴーかき氷、ルーローハンなどなど、台湾のお茶も美味しいです、 ARP の皆さん、星野さんは台湾に行ったことありますか、食べ盛りの皆さんなのできっと思う存分食べることができるのではないかと思います、うんうん、乳老麺、胡椒餅、センチンポー、ドーファオかな、おにぎりやサンドイッチ、ドーナツも台湾と、台湾は日本と少し違う味わいで、ただ味付けがはっきりしているものは多くないので、レイジ君には不向きかもしれませんと、いうことですが、これはねどうでしょうね、美味しそうなもんたくさんあるな、食い倒れか、いい言葉だよないや俺らはさ海外行ったことないんだけど、シンジは台湾行ったことあんの、あ僕も台湾はないね、ディンタイフォンさんの小籠包は食べたことあるけど、ディンタイフォンの小籠包、ディンタイフォンってなんだよ、ま、あの東京にもあるんですけど、東京のどこにあるの、銀座とか、データ出た銀座、なるほどね、銀座かレイジ君なんでそんな尋問みたいな感じなの最近あれお前の口から出てくる飲食店はやっぱまあちょっとレイジは後 であと調べるよ、普通にさいいよ、いい、俺たちみたいな人間学生が行くところじゃねえよな銀座って、そう、うん、そうかな、そう、うん、そうかな、美味しいよでも小籠包、
まあ、うまいだろうな。火傷に気をつけないとだけどね。まあそれはそうだね。いやでも見たいな。あの行って、あの台湾のディンタイフォンに行ってみたい。ああ、ディンタイフォン、まあみんなで行けんのかな。行きてえな。行ったら絶対シンジのおごりで食おうな。なこれ当然だろ。もちろんシンジのおごりだ。いいよな。まあね、今分かったって言ったからな。よしよしよし。え、じゃあダメ。男に二言はないだろう。うん、まあまあ、ね、食べ物もあるけど、ね、台湾といえばあの千と千尋の神隠しのモデルになったって言われてるな。9分だよな。そんなところに行って、うんうん、ディンタイフォンだっけ？ディンタイフォン。ディンタイフォン？ルーローハンとか出てきちゃったらまあ食うよな。あの肉の買ってるやつか。食べたいよな。いやな。いいよな。いいですね。倒れ食いしたいですね。倒れ食い。食い倒れな。食い倒れ。お前関西人だろ。そっか。もしかして今のわざとか。あ出た。え？ああ。え？あざといな。やりやがったな。いやわざと。ですよ。開き直った。新しい芸風。倒れ食いと食い倒れ間違えるわけないじゃないですか。ね。うん、どっちなんだろう。いやでもどっちこれはどっちだろうな。全く。なんか本気で間違えた気がする。いやそんな気がするよな。いや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 食い倒れ人形ありますから。分かってんじゃねえかよ。お前分かってんのかよ。ちょっとねもうまだまだ紹介したいんですけどもね、はい、ちょっとまあここでもう時間もいい感じでございますので、はい、じゃあここで曲を聴いていただきたいなと思います。レベルクロスのお二人に紹介してもらいましょう。レベルクロスでライドン。お手並み拝見と行こうか。ならせならせ、まだ足りねえゲロ。オーライ未来に変換、時代の先端追い越してやれ。ライドミーライドミー、興奮のるツボで燃え上がりなレイデー。始まってんの今さら、ほてったからだね。頭ん中まさら理性の果てまで探し出しない嫌いじゃないだろう。始めようぞ Take a love Ride on me Ride on me 超えた格バカになれた物勝ちだろう。 Ride on me Ride on me 盛り上がれ一つになるエナジー。 Whoa, 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 whoa. 声出すもっとこんなもんじゃねえそうだろう。 Whoa,飾りか物足りないって顔してるぜ。なぜ視線度まで上げてやるだけ叫べ叫べ、まだ足りねえ飛ばせ今しか熱量スピード転送互いつだって相乗。 Ride on me Ride on me AI も知り得ない燃え上がってるフィーリング。おじゅだけのレディドあの手この手で能動的なリビド落としてみせろよ。お金ままに Give me more やればできんだろう。出し抜いて Addictive Game Ride on me Ride on me 愛になってくる中をも鳴りを潜める Ride on me Ride on me 最後まで誰も彼も Crazy。挑戦心的なフューチャー未知の未知の未知へ。
Ride on me, ride on me 越えた格味も何も捨てちまえよ Ride on me, ride on me 盛り上がれ一つになるエナジー Ride on me, ride on me 未来だって全て俺にくれといたろ Ride on me, ride on me 最速で共に時を作れ世界に届くまで Oh まだまだまだ One Nails Already Check this out 教えてやろう超全身的なプレジャー一発で KO やるじゃん Lady では夏のライブの告知新宿お願いします。はい、8月18日と19日で東京のベルサール高田の馬場で僕たちのライブキックアライブが行われます。チケット情報も発表されていると思います。詳しくは僕たちのホームページをチェックしてください。はい、チケット情報なども詳しくは ARP の公式サイトでチェックしていただければと思います。続きましてリスナーの皆さんへの6月のお題をお願いします。はい、では6月のお題はあなたの夏バテ対策はです。はい、8月頃の発表になると思いますが夏バテ対策いろいろお寄せください。お願いします。やっぱり夏バテ対策ってなると食べ物の話になるのかな。うなぎちゃう？よく土曜の牛の日はうなぎを食べるって言うよね。 あの土曜の牛の日のうなぎって、うん、江戸時代に医者の平賀源内が夏に売れないうなぎ屋さんに頼まれて思いついた、まあなんだろう、あのプロモーションのアイディアって言ってるよな。まあ、今うな重とか結構なお値段しますよね。お、シンジの口から結構なお値段っておいくら万円のうな重なんすかそれ。まあやっぱりシンジ君は重なんですね。僕も一回重で食べてみたいですうなぎ。その上丼といえばレイジたちは牛丼かカツ丼しか食ってねえからな。なあダイヤ。ごめん今俺ルーローハンだわ。それも食いたい。はい、夏バテから食べ物の話になってね、やっぱりこう長くなりがちでございますけれども、リスナーの皆様食べ物に関わらずそれぞれの夏バテ対策をぜひお寄せください。今表示されているメールアドレスにお願いいたします。ということでそろそろ番組も後半ですけども、せっかくなので時間までもう少しこれメールご紹介していいですかね。あ、いいんですか。うん、たくさんいただいてますもんねメール。そうなんです。じゃあ行きましょう、はい、ハンドルネームチンさんからです。あ、この方タンタンだそうです。またありがとうチンタン。ちょっと今ゾンビがいた。デスボみたい。ゾンビがいた。セーフ、もうそう。何がね、今セーフなの。もうダイヤ、ね、何に対してセーフって。ちょっと今拾い損ねたけど危ねえな。名前、おいおいおい、はい、じゃあご紹介しましょう。ARP アメージングレディオパフォーマーズオンザウェブ様、初めてメールをするので勝手がよく分かりませんが、この夏行きたい旅行についての質問に答えたいのでメールをします。ほう、ありがとうございます。ご丁寧に。屋久杉を見に屋久島。本当は去年行く予定でリュックやシューズなど全部揃えたのに、うん、前日に台風が九州に直撃したせいで行けませんでした。なので今年リベンジしたいと思っていますと、うん、いうことです。これはショックですね。せっかく予定してたのに。星野さん、これ屋久杉ってどんな杉なんですか。ああ、レオンレオン、それはな、うん、よく焼肉屋さんで見る光景なんだけど、うん、まあ、ついつい話に夢中になっちゃうじゃん、うん、焼き杉になっちゃうよな。うん、は、焼肉に使う木なんですか。そうそう、俺もそう思った。違うの。ちょっと待って、今のレジのギャグだからさ、お前ら二人は食い物にしか興味ないの。いやそれはレジ君が焼肉にしちゃったんじゃないので結局焼きすぎって何なんだよ。だから焼くすぎな、焼くすぎ、焼くすぎっていうのは屋久島に自生する杉の木で、うん、樹齢千年経ってるおじいさんの木だな。お前らより生きてんだぞ、尊敬しろよ。千年、千年生きるってすごいですね、うん、僕もそれぐらい生きたいですね。僕もパワーもらおうかな。お前が千年も生きてたらお前うるさくてかなわんだろ。お前世界中がもうパーティー中になっちゃうだろ。
え、いいやんか新規さんよりいいやんか、まあ、ある意味それはある意味幸せかもしんねえな結構いいかもないいんじゃんそういいかも、うん、そうですよ、ボーイズオーバーですよ、うん、そうだねなんだってワーイズオーバーボーイズオーバーワイズオーバジョン・レノンのなそう、それは知ってるわ、うん、でも1000年後のレオン君のパフォーマンスってすごそうだねどっちに行くんだろうな、 なんだろうな、ね、キレが増すのかそのもうヨボヨボなのか、うん、どっちなんだろうなか、あの回り回って何も動かないみたいな無の境地無の境地無我の境地に行くそんなレオンまあ見たくねえなまあでね、うん、あのチンさんもあの、うん、焼きすぎのねパワーに触れたくて焼きすぎって言いましたおめえもかよレイジ君の焼肉のせいだよ焼きすぎのねパワーに触れたくて旅行を計画されたのかもしれない ね、 なるほどね、まあ、今年は台風に邪魔されないようにお祈りしてます。そうやね、チンタン今年は無事に行けたらいいね。はい、さあそしてもう一ついけるかな、これハンドルネームエビさんからです。ありがとうございます。レオンくん、シンジくん、ダイヤくん、レイジさん、星野さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつもみんなが仲良く話をしているのを楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。さてお題についてですが、私が夏に行きたいと思っている旅行は北海道でセグウェイに乗るです。お、ただセグウェイに乗るのではなく平原を大きなセグウェイで乗り回せるらしく、とても楽しそうだし、いつか行きたいなと思っているのですが、ここ2年ほど夏はアライブなので夢を見るにとどまっております。またこの夏皆さんとお会いできるのを楽しみにしておりますと、いただきました。なるほど、こんなん言ったら笑ってる笑ってる、なんだどうした、笑ってる、ね、どうしたレイジ君。ああ、まあセグウェイって言ったらまあ、うん、レイジレオンみたいなとこあるからな、うん、え、初耳ですよそれは。どういうことですか。え、そうなの。ダイヤお前セグウェイって知って、むしろセグウェイって知ってる。セグウェイは知ってるよ。知ってる。何、じゃあ説明してみよう。なんか乗り物だろ。まあまあ多分合ってる、そこまで合ってる、多分分かってる気がする、うんうん、ただ説明はできなかったけど、ね、さっき言ってたし乗り回せるらしくっていう、うん、いや僕も知ってるけど乗ったことはないの。ああ、俺もない。でもいろんなタイプのが今さ、うん、すぐ調べる。え、早いな。早いよ。知ってるじゃない。うんうん、これちょっとこう未来的なデザインもあるし、それセグウェイっていうの。それもいや多分セグウェイって商品名なのかな、どうなんだろう。だ、どうなんだろう。だからそのなんていうんですか、うん、電動立ち乗り二輪車っていうのかな。電動で立ち乗りで二輪だったらセグウェイってことか。電動立ち、どうなんだろうね。大丈夫大丈夫、あの頭から煙出てるからそれもはやチャリじゃねえの。電動、まあ、チャリは二輪か。二輪二輪立ちこぎしてるチャリってことだよな、それって。焦がなくていいんですよ。まあそうだな。あ、そうそう、電動だから。ね、うん、電動だからね。そうです。もう、うん、でも最近電動自転車ってあるじゃん。それは原動付き自転車ってことかな。あ、原付きだから。もういろいろとなんかあれ、やべえ、わかんなくなってきた。まあ、でもまあ乗ったことあるんでしょ。あるあるある。どうなの、乗った感覚は。そう、レイジ君と一緒に乗って。めっちゃ楽しかったね。あれ結構いいな、うん、ちょっと体前に倒すと勝手に進むんだよな。そう、倒したら倒しただけ速くなって、そう、うん、え、どれぐらい出んのスピード。あー、走ってるぐらい。え、あの人が、うんうん、人が走るぐらい。ジョギングとか。ジョギング程度なの。全力疾走じゃなくて。いや、全力ぐらいまでは出てなかったと思う。あんまりやりすぎたら怒られる。そうだよな。そう、怒られる。スピード出さないでくださいねって。そう、前に倒れて危ない。お前は出しすぎだったんだよ。レイジ君も結構行動とか走るの。いや、あれは行動はもしかしたら無理かもね。私有地だったらいけるかも。免許はいらないんだよね。あ、そうそう。どこで乗ったんですか。うん、なんつうの、言っていいのかな、スポーツ複合総合施設みたいな。あアミューズメント施設みたいな。そうそう、ボーリングができますよから、なんかちょっと手広くやってるみたいな。 あるじゃない。もう一個しかない、ね、分かるだろ。分かった分かった。なんかなんとか、うん、なんとかっちゃみたいな感じで。いや、もうほぼ言っちゃう。もういい、違うっちゃう。そうじゃないっちゃ。おい、ラムちゃんじゃねえんだから。そうじゃねえだろ。ラムちゃんってなんだよ。え、いや、もう我々世代はみんな知ってるやつなんで。お前逆、え、うん、お前漫画読まない。誰でも知ってるんじゃん。そうだろ。あ、知ってんだみんな。え、ラムちゃん知ってんだって何。赤ちゃんからおじいちゃんまで知ってると思いますよ。そうだよな。え、赤ちゃんからおじいちゃんまで知っている。赤ちゃんが言い過ぎたかな。そうね、シンジも知ってんだよね。え、シンジも知ってんの。知らない。知らん。ご存じない。うっそ。はい、庶民の文化をご存じない。
そういうちょっと言い方あるじゃん。言い方あるじゃん。あ、なんかどんどん距離縮まっていかないな、真珠とは。なんか、まあ、とりあえずセグウェイは教えてじゃあ後で。絶対楽しいですから。うん、そうそう、まあ、セグウェイ乗ってみたい。ダイヤさん絶対うまそうですね。そんな簡単なの？あ、簡単やし、まあまあ、なんかダイヤさんすごいうまそうなイメージあります。うん、スピード出そう。え、それは連れてってくれよ。ああ、うん、行こうぜ、うん、行きましょう。そこ楽しそう。なんとかっちゃ、そう、なんとかっちゃ行こうぜ。え、なんか技とかがあるの、それは。ああ、スケボーとかみたいにそういうのがあったりするの。ああ、やろうと思えばできそう。へ、うん、なんか空中で一回転回ったりとか。空中で一回転そんなに軽くない。バク転、あ、ダイヤ君だったらバク転と一緒にとか。あ、確かにセグウェイと共にバク転して着地とかっていうのは。うわ、かっこいい。ね、あ、そんなんできんだ。あの、いや、どうだろうな、できるかな、やってる人見たことない。やって、はい、やってる人いないか、ね、皆さんもぜひセグウェイね、乗っていただきたいなと思います。そしてですね、このエビさんのメールにもありましたけど、うん、今年の夏はアライブに高田のババ行きますよっていうメールがですね、うん、もう本当にたくさんいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。僕らのライブがみんなの夏の思い出になるんやって思ったら、うん、ほんま頑張らなあかんなって思いますよね。そうだね、うん、大切な夏の思い出のためにも頑張ろう、うん、遠くから来るやつもいるだろうしな、うん、荷物も多いだろうし、暑いし大変だと思うけど、うん、まあ気をつけてこいよ。あ、そういやさ、高田のババのついでに横浜にも行きますってメール多かったよな。ああ、お、横浜は先日もご紹介したように本当にいいところがたくさんあるので、ぜひゆっくりお越しになれるといいですね。あ、あと三重県英語肉ツアーもいっぱいあった。あ、なんだな、いいな。はい、ありがとうございます。今週はですね、この夏行きたい旅行はということで、リスナーの皆さんからのメールを中心にお届けしてきました。まだまだね、本当にたくさんいただいておりますので、まだ機会がありましたらご紹介したいと思います。ということで、そろそろお時間となってしまいました。もうしばらくね、梅雨の鬱陶しい時期続きますが、リスナーの皆さんにとって素晴らしい夏になると、いいなということを祈っておりますので、アメージングレディオパフォーマンズオンザウェブ、また来週もこの時間にお送りいたします。お相手は ARP メンバー、レベルクロスレイジ、レベルクロスダイヤ、レオン担当シンジと、そしてナビゲーター私星野拓也でお送りしました。またね。ルーローハン食いて。腹減ったな。そりゃないぜ Ready、 ここらじゃ誰もが知ってる Already、 どれだけ俺がヤバいかを特別に力教えてやるよ。ブリリアンカップマジ完璧なほど磨き上げたシックスパック見てみろよ。ジャックナイフアイ突きつけるような、目の前じゃ腰も砕けそうなフィーリング。グリーン、アロワン、ブルーパープ、ピンク、ファイアブライン、Oh yeah、 頂点に立ち全てを支配するのはブラッディ。Hey, やつまなグレーボーイ、騒げプリティガール、別に惚れてもいいぜ。視線のリフレクションで火をつけてバーリンバーリン、 Hey, ハイになるほど焼けつくダーモン、遠慮なんていらない。Okay、 この世界は俺が今塗り替える。 Only Warning、 狭いねブラッディ覚えた歌詞かり、まただほら最後まで聞け Alright、 今より隅に連れた深く落とすからやだとは言わせないぜ。の大胆なステップ首筋に流れるビリオンカラー、本能的なフロー、甘めのハイトーン、強さと甘さで多面的ミュージック、レッドベル、シハライ、ワイルドバランダンザナイト、 Oh, oh yeah、 誰より強く光を放つ俺はブラッディ。覚悟はいいか、このままプリティゴー、
違う欲しいなら Go back 見せられたその日から底なしで Falling, Falling 平面が眩むほど輝くジャムストーン狙い定めギラつくキャプサイズお前だってその気ならかけてみる Going, Going なんていつでもくれてやる愛を俺をこぞって求めな Hey 集まれグリアボーイ騒ぎなプリティガール別に惚れてくれて OK 視線のリフレクションで火をつけてバーニンバーニン Hey 灰になるほど焼けつくダイヤモンド遠慮なんていらないぜ OK この世界は俺が今塗り替えるが惜しいなら Go back 見せられたその日から底なしで Fall